どうも、世界を股にかけるクリボッチオーリエです。やっていきたいと思います。何言ってか全然わかんないけど何言ってか全然わかんないけど何が僕ね、まあ今年もどうせクリボッチだろうなって思ってたんですよ。まあ実際クリボッチなんですけど、ただね、今日クリスマスイブに撮ってるんですけど、これ24日に撮ってるんですけど、僕この後ね、友達とカラオケ行くことになって、なんとか昼はボッチ回避できましたね。はい、まあ夜はぼっちです。はい、夜ぼっちです。でもね、いい子にしてたから、寝たらちゃんたさん来てくれるかもしんないからいくつだよあれ信じんの10代前半までだろ。わかんないけど、皆さん何歳まで信じてました、サンタさん。ちなみに言うと僕はね、中1ぐらいまで信じてたねただ中2ぐらいの時にね、ある日突然気づいたの。あれサンタさんって、あれ普通に考えて不法侵入じゃねってね。よいしょ、まあ増資しましょう。オッケー。待って、210%これ、でっけ。強っ。この辺も何が強いんだけどね。210% ってでもなんか、すごいな。はっ。わざわざそれ引く。カード駅でキングレビューで引いてんの、何気にめちゃめちゃ面白いの。いや、最寄りいいな。最寄りちょっと欲しい。おう、なおい。いや、てか、今年中に今拾ったやつ落としてんじゃん。今年中にバッテンの収録終わらせておきたいんだよな。多分ね、年またいじゃうから、もうこれどう考えても。で、このままだと多分最終回1月7日かな、1月7日の土曜かな、多分。まあそこが多分最終回になるんじゃないかなと。で、1月8日の日曜日から新シリーズ開始になるのかなと思ってます、なんとなく。はい、まあ、ちょっとわかんないけどね。何やるかまだ。うん。やってないからね、まだ何にもね。まあ、とりあえず、増資歩きだな。増資歩き。増資歩きってなんだ？鹿島。あ、やってへんやん。オッケー、やってへんやん。よし。いや、こういうのもやっとこう、ちゃんと。やれるときにやっとかないとダメよ、増資は。うん。いや、鼻水がすごいな。あ、やっとね、ティッシュ買いましたよ。箱ティッシュ。我が家にやっとティッシュが来たよ。1ヶ月ぶりにティッシュ買ったわ。行った。ティッシュ開けよう。そうだ、ティッシュ開けてねえわ。よっこらせ。よいしょっと、ティッシュ開けますわ。俺初めてで、自分の買い物で箱ティッシュなんか買ったの、ね、今まではほら、当たり前だけど家族が買ってたの適当に使ってるだけだったから、自分でティッシュ買うなんて初めてだ。違う、なんか変なとこから避けた。別な寒いわけじゃないんだけど。はい、オッケー。はい、はい、詰めました。はい、ちょっと鼻声になってるかもしれないけど、よろしくお願いします。これちょっとごめんなさいね、ちょっと鼻声なんでよくないな。まあいいや。はい、よいしょ。7。あー、千葉いけねえ。千葉いけねえか。このまんまいったらマイナス駅、マイナス駅はいいやだな。一応うんちカード持ってくる。モモトラマンって結果したっけ。あ、スタンバイしてるわ。オッケー。まあでも一人近畿にいるから貧乏神つくことはないでしょ、はい、お前がそこだもん。特急シールカードをさ、当たりのラインナップに入れるの普通に強いよな。いや、貧乏神の悪行マジそれだけだったら、本当に何回も言ってるけどさ、何回も言ってるけど、それだけだったら本当に味方だからね、ただただ。だって強すぎだもん。何より安すぎ。うん。払ってる額の割にね、見返りがでかいよ。2マスはどこも行かれへんな、こっから2マスは。一応近づいとくか。近づき意味あんのかもよくわかんないけどな。もうな。目的地に入る意味とはって感じで。100億しかもらえないもんね、もう目的地がね。はっきり言って貸すよ。100億100億取られたところでだもん。痛くないもん、全然。 Oh no。 いや、115億か。まあ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 、もらえてはいるね、お前らからすれば。俺は全然いらんけどなっていう新手の煽り。あー、埼玉こっちから行ったら、あー、あー、いや、買うべきは嫌だな。待って、これ佐渡行けるんじゃない。佐渡って、そうだね、行っちゃうか。よいしょ、オッケー。よし、ゼロパーンできた。マイナスがなくなったのはでかい。よし、いいでしょ。バーじゃない、なんか触れちゃうんだよな、この、なんていうんだっけ、これ、Z ボタンと、あ、2かこれ。
1や。この時あれだもんね、LR じゃないもんね。プレステのコントローラーのこのボタンの名称がよくわからん。丸バンツ、三角、四角はまあわかるわ。まだここはわかるよ。ただなんかこれの感覚でね、リーバーやるとかあのずれる、なんか。はいよ。そういえばディーバーの劇場クリアしましたね、僕ね。エクストリーム、エクストラは無理だけど、エクストリームの普通のエクストリームの方はなんとか1回だけいけたな。あれね、あのまずね、発狂するかと思った。うん、気が狂いそうになったもん。あ、軽井沢増資できるね。よし、オッケー、完全増資。よかったよかった、完成だわ。またこれ、こんな終盤まで来るもん。まあいいや。はい、うわ、何この無難な数字。300。まあまあまあ、いっく。はい、ただ小さいのよ。14億もらって何？14億もらったから何っていう、それよ。いや、額の差よ。だからキングレビルが15億しか取ってないっていうのがもうなんか時代感じるわ。安すぎだもん、15億とか。誰がいてんのって話だよ。なるほど。はあ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 。意外となんか、俺以外もちゃんと攻撃使ってくれるの助かるな。うん、なんか、トップ、あんたトップだからとりあえず食らっといて感はないよね、今回のコンピューターって。ちょっと1出たら怖いな、スリが。とにかくこの作品で怖いのはスリなんだよね。スリ以外はもうね、ぶっちゃけ全部大したことないんだけど。スリがさ、なんていうの、4分の1のパターンないじゃん、今回。半額か全額かどっちかなんだよ、必ず。それがね、ちょっと怖い。うん、何気にスリ最強の作品ではある。キングボンビーが弱い分、余計スリが怖いね。背中かゆ。背中かゆくね、何これ。長いな、キングエビル。あいつ4月だよね、引いたの。もう秋だぞ。秋なのにあいつまだ居座ってる。多分次で確定できるぐらいかな、キングエビル。よいしょ。ちょっと保湿、保湿。保湿しなきゃ。全身がパッサパサ。乾燥肌だからね、私ね。はいよ。ま、そういう時もあるよね。噴火はそんな時もあるよね、果たしていけないと思うけど。あ、候補終わってない。よし、候補終わってないよ。あ、そうか、農林か、農林買われてたからってことか。そういうことか。こういうのも何気にせんだよな。なんか5回も増資しないといけないって普通に難しすぎるよね。難易度意味不明だもん。あ、やっぱりいけた。多分マックスまでいたんだろうな。半年ぐらいいたもんね。いや、キング来いや。キング来てもいいんじゃないの、そろそろね。え、幸福な3マスだからもう何もないやんけ。つまり何もない。あー、いてえ。あ、なんかずっとぬるっと目的地取られてる。俺なんか目的地に対するモチベなさすぎじゃない。姫路か、ここに来てちょっとまずいな。真逆来たな、真逆。真逆ってことでもないけど、こいつが結構近いな。こいつ県内じゃね、普通に。1、2、3、4。あ、県内だわ。こいつあと6人入っちゃうな。あ、目的地から遠ざかるやつ。オッケー、県内から外れたね。じゃあ外れた、外れた、県内から外れた。次でワンパンすることはないから、多分特急とか急に使わない限りは。どうしよう。まあまあ、今回は入んないからね、あいつがね。さすがにこの額でワープとかしないっすよ。さすがに、さすがにせえへんよ。そんなバカなことはせえへんよ。やれとしたらもう陰陽師カードで。陰陽師カードやったらやってるわ。陰陽師カードとか久々にやりたいな。前使ったのだって12でしょ、確か。桃鉄12のパート90とかでしょ。あれ以来陰陽師カード縁がないからな。そもそもだってないもん、作品に。昼間に飲んだレモネードがまだちょっと残ってるんだよ。ちょっとこれ飲みながらやろう。こっちはここ。おい、重なってんじゃねえ。やめろ、重なると貧乏神俺につくだろうが。
順番早い順に作るんだからやめろ。いや、そのイベント何が強えな。岡山って言うて結構止まるもんな。そのために50億入るって言うんですか。そのイベントに関しては割と強いよ。うん、まあ、タラスホテルほどじゃないけどさ、もちろん。だから重なってんじゃねえよ。なんだてめえら、なんだちみら。知らんで、俺はもう、俺行くぞ。もう終わってなかったんかい、名古屋。名古屋やっといたらよかったわ、ちゃんと。言ってこの作品で60億円は高い物件ですからね。うん、新幹線使って牧野行って新幹線買おうかな。普通にありだよね。お、タラレバ使った、えらい。あ、空軍ユニットもアンロックされた、えらい。俺の中で元祖クソ広告あれなんだけど。そうでもない、行けよ行けよ、暇だのかてめえ。だから少ないの。1億7000万をなんで至れだと思ってんの、あいつ、あの貧乏神とかいうやつは。全体的にさ、数なのよ。わかる？全体的に数なわけ。ほんとに。痛くも痒くもなのよ。もうちょっとさ、悪行強くしようぜ、貧乏神、ほんと。そんなんじゃ多分誰も痛がらねえ。普通に運10億単位の被害出しても問題ないんだよ、この年数は。それなんだったらせめて物件のさ、強さをもうちょっとコントロールできへんかった。京都だからだって強すぎるからね、あれ。ちょっと何もなかったな、にしても今年。ただ俺が適当に喋ってただけだな。もう一年やろう。もう一年やると同時にコンピューターを変えよう。まあ最後はもう、最後ぐらい。うん、もちろん。最後ぐらいこれでいきましょう。佐久間3人。まあ、最後だからね。そう、最後やから、言ってもでしょ。ね。これここで使うのどうだろう。ちょっとやってみたかっただけ。はい、帰れ。もたつくな、入れ。また来たか。もういいよ。でもワンチャンもうラストかもしんないからな。この年数だとラストデボンドビスの可能性は大いにあるよね。ラストドビス、ラストドビス。ラストドビスって何。いや、リアルにでもラスト説あるからな。ほい、お、いいね、よし、6、12か。いや、どうしよう、なんもすることがねえな。まあ売り場行くがいいのかな。新幹線欲しいな、普通に。わあ、さすが、もうさすが、おいしょ。松山だから四国か。あ、じゃあいいのか。くへー、なんか今回俺倒す気あるな、レボンドビス。56、あ、間違えた、45。頭働いてへん。ブロックが2枚。あー、ブロック2枚か。もう1個持っとこう。何かあった時は怖い。また使ってるよ。コリロ。もう6でもねえカードあげてるし。いや、そこはかっこよくねえ。66で倒せよ。ダッセーな、お前。曲はいいんだけどな、レモンドビスな。なんだろうね、やっぱ時間かかるからムカつくんだろうね、あれね。オッケー、よし。なんかあいつはずっと借金返済してんな、これ。雑魚が跳ね返ってんじゃねえぞ。佐久間ならワンチャン一等当てろ。えい、はい、オッケー。俺が倒しました。はい、お前ら3人何もしてない。俺だけがちゃんと倒した。クソ理論だな、ほんと。まあまあ、でもまあまあ、受験もまあ受かったか落ちたかが全てですかね、みたいな言う人いるじゃん。うん、俺ああいうタイプ嫌い。俺は途中の過程も大事だと思うで。うん、まあ俺が何回も落ちた人間だからね、明治大学ね。まあ新幹線かな、14だったら。よいしょ。あはん、1足んないって。もう一番なんかやだ、こういう時の1点狙いの1って。ほんと出ねえから。ふ
それ以前の問題。はい、どい。札幌急に来たな、北海道。おい、やめろ、お前。貸す、こら。つうか、別にそこじゃなくてよくない、それ使うの。え、俺が言うのもなんだけど、それ多分岡山とかで使った方がいいよ。岡山とか東京とかさ、そういうなんかさ、元の値段がさ、でかいというかさ、そういうところで使うべきだと思うね。頭使って。おつむ使ってくださいよ、おつむを。ね、俺も空っぽの割に使ってんだから。ヘラヘラのおつむがどうにかして。ちょっと待って、ちょっと待って。おい、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 そこの、おい、そこの。いいえじゃん。ね、ただいまじゃん、ただの。何そのゴミみてえな二択は。どっち飛ぶカードだったら、どっち飛ぶカードでも嫌だな。いや、もうちょっとマシな場所ないの。もうちょっとマシな場所ないの。この辺で増資してる？全然してない？全然ってことはないけど、まあしてないの部類だな。せめてないよりはいいんでしょ。正直プラス駅とか行く意味もほぼほぼないからね。てかなんかキングデビル出やすいの？それなりになんか出てるよね、キングデビルね。オッケー、よっしゃー、増資。なんかやってること地味だけどさ、まあでも大事だよね、大事だと思うよ俺は。なんか全体的にさ、イベントが小さいからさ、よくわかんなくなってくるわ、ほんと。あいよ。まあ、新宮だな、じゃあ、増資だな。オッケー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 。いや、大事ですよ、大事大事。こういうの、こういう積み重ね、こういうちっちゃい積み重ねが、リニア？いや、マイナス駅止まれよ。何綺麗に下げてくれてるの？なんかでも佐久間の佐久間っぽさは感じないよね、今作ね。何言ってかがないけど、佐久間の佐久間っぽさってなんだ。そもそもこれ強いね、10億で 30% って。そもそも論この物件強いね。あ？何しに行ったのじゃあ。その動機教えてくんね。あいつじゃただ目的地から遠ざかっただけのカスだよ今。待って、いや、ここでボンビラスは、いやでも全国編だったらありえるよね、ボンビラス来る可能性あるね。見に帰、全国編は本当によくキングちゃんと来るね。九州編にもちょっと分けてくるね。九州編のキング本当にびっくりするほど来ないし、ヤマト侍にびっくりするほど負けるし、シンプルに雑魚よキングが。あれ、あの子、あ、待って、誰だっけ、やっべー、多分黄色、黄色だ、多分黄色。あ、当てた当てた、よかった。たらればか、あいつじゃワンチャン入っちゃうな。10個振りやればもうワンパンできるんじゃない。あー、なんか倒しそうだな。おー、よけるね。
いや、佐久間が出してるっていうのかな、佐久間が出してるっていうのがもうなんとなくちょっともうお察しなんだよね。よう避けるなにしても、キングさん、キングさん、キングさん、別に目的地に入る理由はないから、とりあえずマイナス駅地帯をこうやって突破しておくがいいと思うんだよね。よいしょ、マイナス駅止まってあれになっちゃうのが一番怖い、すられちゃうのが一番怖いからね。ほい、それ目的地近づけちゃうんじゃない。何をしてらっしゃるのねえ、おめえらグルすぎんだろ。それは完璧グルじゃん、ただの不公平、不公平、俺にもそういうことやってくれよ、たまには。不公平だぞ、アンフェアで、アンフェア、マジアンフェア。お腹すいた、ラーメン食べたい、なんか二郎系食べたい、なんか頭悪そうな、体に悪そうなやつ食いたい、たまに。わかる？そんぐらいちょっと疲れてんの。ほぼ2日ぐらい徹夜だったし、レポートとかいうゴミのせいで、ほんと。俺この世で一番嫌いなもの、レポートになってきたわ、だんだん。